である主に、ウクライナ、ベラルーシ、ロシアなどで好まれている。小麦粉を練った生地に、いろいろな具材を包み、オーブンで焼くか油で揚げて作る。ウクライナ、ベラルーシ、ロシアの三国では、ピロシキの大きさは幅6センチメートルから13センチメートル、くらいである。生地は、ケーランとバターを使った、パン生地、オリパイ生地、ネリ、パイ生地などいろいろである。 焼くピロシキの方が揚げるピロシキよりも一般的である。具も多種多様で、畜肉、魚肉、ゆで卵、フレッシュチーズ、ベーン、カーシャ、ジャガイモ、竹、キャベツなどが用いられる。お茶のお菓子として、ジャームや果物を詰めた菓子パン風の甘いピロシキも作られる。感食として食べるほか、 コンソメやボルシチなど汁物に添えたり、朝と夜のお茶の時間に食べるのが一般的である。その他、ピロシキと呼ばれる東欧料理に、片面だけを焼いたブリンチキで具を包み、パン粉をまぶして、バターで焼いたブリンチキのピロシキや、折りたイで作った円形の容器に具を詰めた、フランスのボロバンによく似たピロシキがある。どちらも、肉、レバー、 脳などで作った具を詰めることが多い。カレリアのピーラッカピロシキは、東欧伝統的な家庭料理であると同時に、ロシア皇帝ピョートル一世の時代から街中で売られている一般的な食べ物であり、現在ではファーストフード店でも売られている。ピロシキは近隣のラトビア、ポーランド、イラン、アルメニアにも伝わり、現在では世界的に有名な料理となった。 ラトビアでは、ピーラーギ、カレリア及び、フィンランドでは、ピーラッカとして知られている。なお、よく混同される、ポーランドのピエロギは、おかずパンというよりも餃子状のダンプリングの一種である。日本及び、ロシアのサハリン州におけるピロシキは揚げたものが主流で、具はひき肉、ゆで卵、春雨、玉ねぎ等を炒めたものを入れたり日本のカツレツ風に、パン粉をまぶして揚げたものもある。 具に春雨を入れる日本風ピロ式は1951年創業の渋谷ロゴスキー初代料理長長谷美代が考案し、同店で提供するほか、料理レシピ本、柴田書店、ロシア料理、標準ロシア料理など、やロシア料理講習会を行うことによって全国に広まった。これは肉や野菜から出る旨味のあるスープをパン生地に閉じ込めるための方法であり、 小麦粉によるとろみ漬けに変わる工夫であった。1960年代、1970年代に、関西で人気を博した、パルナス製菓のピロシキは、ゆで卵、玉ねぎ、牛ミンチ肉を、塩、胡椒味で仕上げた具を用い揚げて作っていた。サハリン風ピロシキでは、ひき肉、ベー、キャベツ等が用いられることが多い。日本で、 ピロ式として販売されているパンには、日本人の味覚に合わせて大幅にアレンジされたものや、製造者が抱くイメージに基づいて作られているものも、多い。さらには、実質的には揚げ中華まんとでも言うべき、具材構成、味付けのものも、決して珍しくはない。また、揚げパンの一種である日本のカレーパンは、ピロ式に着想を得て作られたと言われている。 北海道札幌市内に、いくつか存在するロシア料理店では、ロシア同様、焼いて作るタイプが主流である。イランのピロシキは、小麦粉に水、卵、植物油、イースト、砂糖少々を入れて練ったパン生地で、ひき肉、トマト、玉ねぎ、刻んだゆで卵、パセリのみじん切り、ゼレシュクというメギの実などを混ぜた具を包んで揚げたもので、ある。形は、 アラブ人の三分作とよく似ている。ウズベキスタンのピロシキには、パン生地に玉ねぎとマッシュポテトを具として入れ、揚げたものがある。焼いて作るタイプのピロシキが、ボルガドイツ人の移民によって持ち込まれ、地域によって、ランザ、ビエロクなどの名で呼ばれている。単数形、ピラジョーク、複数形、ピラシュキー、ピロークの指小型、単数形、プリジョーク。 複数形、プイリジュキュイ、イク、小型パイ、ハットアンボラク、ザ・アート・オブ・ロシアン・キュイジーヌ、コリアーブックス、ニューヨーク、1983、P290 から289、メニューの歴史。渋谷ロゴスキー。2016年5月13日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年4月6日閲覧。ありがとうございます。